はい、どうも上田浅井でございます。どうもワッキーでーす。はい、ということで今回はワッキー先輩に来てもらいました。どうもどうも、乾杯。代表決まりましたね。決まりましたね。ただ日本代表23名決まっただけではなく、うん、僕とワッキーさんの中で秘密の話ありますよね。そうなんですよ。実は、まあ、このね、居酒屋なんだけど、今同じ居酒屋、この居酒屋で代表が決まる12日の前、11日に2人で飲んでたんだよね。2人で、俺たちが2人で差し飲みするのもおかしいし、芸能人のワッキー先輩が僕に紙を渡しました、ペンを渡しました。お互い明日の23人、うん、ちょっと予想しようよ。そう、でも2人で20分ぐらいずーっと無言で、まあその中で、これ次の日のヤフーニューストップにもなりましたよ、はい、ワッキー先輩、パーフェクト。ありがとうございます。俺、リアルにすごいよね。いや、あれだから、でも朝日くんが書きながら、うん、なんか青山の情報ちょっと言ったでしょ。あ、言った言った、ね、代表合宿見に行った時、青山めちゃめちゃ良かった、うん、あ、だって俺も青山気になったから。だけどね、これね、あのパーフェクトって言ったけどね、1個嘘があります、うん、ワッキー先輩ね、初め細い入れてた。だけどね、そうなんですよ、23人って言ったのに、うん、24人書いてたからね。24人書いてて、これ24人になってるよ、これ細貝消したの。細貝消して消したのね。いや、これ言うとあの自分の名誉を保って23あったようになってるけど、今細貝消したって、細貝も敵にましたからね。ちょっ と、あ、まあまあそうだけど、俺からこれ言わしてよ。朝日から言うとさ、なんか俺黙ってたかったみたいな感じになるじゃん。いやいやいや、でも本当に、ね、でも本当に23あってね、本当にこのお店で次の日、あ、当たったねって言ったら、なんかヤフーニュースに全問正解が出てたからね。びっくりしたな、いろんな人から来て、ね、でも初めての差し伸びで、そうそう。まあそこまでのサプライズはなかったわけじゃん、ね、だって大久保含め、うん、リーグであんだけ去年も1万点取ってて、うん、得点王が選ばれてサプライズって言ってる国どうなんだって話だから。そうなの、ね、うん、で、まあ、まあ青山も良かったし、うん、まあ井ノ原だって別にね、うん、入るだろうと思ってたわけだし、うん、俺はそこも、俺は、うん、塩谷を予想しちゃったんですよね。あ、そうだったっけ。そう、もうあそこと、あと俺豊田を入れてたところ、うん、豊田も入れてたね。だからね、まあザックが選んだ予想と自分の希望違うから、そう、まあ全然。でもあの時のコンセプトとして、はい、自分の希望は極力抑えようねって言ったの。気持ちザックになろう、そうそうそう、気持ち白髪で行こうぜって言ったの。そうそうそう、だからおっさん2人無言になっちゃって、無言になっちゃって15分ぐらい。もうドアホみたいな感じで、そんなワッキーさん、はい、ワールドカップ期間中どうなされるんですか。ブラジル行くんですか。いや、もう行かないのよね。もちろん朝日くん行くでしょ。俺は行きますよ、うん、俺はもうガツンと行ってきますけど。いや、それはだからもうガッツリいつものように期間中何やるんですか。俺が、まあ、今のところ、まあ、ちょろっとその、なん試合の時にね、まあ、仕事が入るっていう部分もあるけど、うん、まだ空いてる部分もあるの、うん、初戦とかね、多分ね、空いてるんだよね。だから何しようか。いや、逆に言うと、これ1本ここで1回終わって、うん、次の2本目で、うん、ワッキー先輩が、うん、日本サッカー界のために何するか、テーマに。なんかでかいな。それだけ。テーマがでかいな。ということで、1本目とりあえず、終わっちゃうです。いや、でかいな、来週なのか分かんないけど。